多くの女性の共感を集めました恋愛に翻弄されるヒロイン梅宮紫乃を演じました多部未華子さんです。こんにちは。本日はお忙しい中ありがとうございます。多部未華子です。楽しんでいってください。どうもありがとうございました。後ほどお話し伺いたいと思います。続きまして、屈託のない笑顔が愛すべき存在、ひげ天こと菅原京志郎を演じられました綾野剛さんです。皆さんこんにちは、綾野剛です。なんか今日すごい豪華でこんなにね、マスコミの方も集まっていただいて、お客様もこんだけ入っていただいて、なんかすごい嬉しいです。短い時間ですけどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きましてご挨拶いただきたいと思います。紫乃の親友で劇団メバチコの看板役者おかごのてんちゃんを演じました松坂桃李さんです。どうも、皆さん本当に今日は朝早い時間からこんな貴重な時間本当にありがとうございます。そんな早くないんだ。そこ普通にしゃべるんだ。普通だけどね。まあ劇中ではお姉のてんちゃんというのがいらっしゃいます。今日本当に楽しんで帰っていってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして紫乃のもう一人の親友で良き相談相手菜々子を演じました木村文乃さんです。こんにちは、木村文乃です。私女性ですけど、いい匂いがするってこういうことなんだろうなっていうぐらい女性の方がとても多くって、なんだか今日すごく楽しくなりそうだなって思ってます。女性の分かる分かるがすごい詰まってる作品だと思うので、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして京志郎の恋人でミステリアスな女性成田あかりを演じました光宗薫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかすごい緊張して手足に血がいってないです。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして紫乃にちょっかいを出すバイト先の同僚川谷を演じました菅田将暉さんです。川谷役を演じました菅田将暉です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして支配欲が強い紫乃の元恋人まさきを演じました柄本佑さんです。まさき役を演じさせていただきました柄本です。今なんかちょっとすごいムワッとして暑いですけど、多分上映の時はエアコンなどかかって多分涼しくなると思うので、見やすい環境にしていただけると思うので、今の時間ちょっと涼しくしてもらいましょうかね。すごい入ってきた時もわっとしてたからね、なんか気持ちのいい熱気を与えていただき、ごめんなさい、長くすみません。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして紫乃が衣装として働く劇団メバチコの座長千葉を演じました峯田和伸さんです。こんにちは。千葉やりました峯田和伸です。今日見ていただけることが本当嬉しいです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。そしてこの映画の監督になります田口智朗監督です。どうも、田口智朗です。今日この日を、迎えられて本当にほっとしてます、短い時間ですけれども楽しんでいってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。